ほらほらほら、誰かの誰かの視線、ラッシュアワーの朝の電車は定員オーバー、押し沈め、おっと危ないタイプの人がこっちに寄ってきたわ。注入瓶のメガネかけた刈り上げヘアのお坊ちゃまよ、真面目か服を着ているよねと噂してた。ちょっといじめちゃおう、無実のその手捕まえて、ちょっといじめちゃおう、女の子の悪巧みよ。この人は聞かん、大きな声で、この人は聞かん、皆さん一緒に待機しましょう、ストレス解消ラッキー。ほらほらほら、慌てた慌てた、あいつ今度制服乱れちゃっても丸付きになどしないけど、面白いからわざと騒いで泣き出すふりをしたの。虫も殺さぬ女子高生、見くびってると怪我をするわ、箱割り娘猫をかぶってた、やるとちゃやるの、もっといじめちゃおう、いいこと思いついた、もっといじめちゃおう、力いっぱい詰め食った、ごめんなさい、驚いた顔、ごめんなさい、バスバルソンに君が好きと、ラブレター持ってた、ソーリー、この人は聞かん、大きな声で、この人は聞かん、皆さん一緒に待機しましょう、ストレス解消ラッキー。はい、今夜はね、まあ相変わらず下手くそだけどね、おにゃんこクラブのね、おっと期間を歌いましたね。今日は街やからです。じゃあ、ね、仕事遅くなっちゃったからさ。あ、じゃあ、YouTube で、いつも生徒確認で、疲れた。疲れたよ。あ、シゲも、伸びてきたね、シゲもね。うん。そんなのな。活力の成分学院2023年5月11日木曜深夜、全然自信わかんなかった、昨夜。昨夜自信あったみたいね。あれね、この震度4ぐらいで。でも気づかなかったよ、僕。全然気づかなかった。朝のニュースで切ったよ、あれ。全然わかんなかった、僕ニュース。寝ちゃうとわかんないよな、震度4ぐらいはな。ね、うん、全然起きなかった。およしになってティーチャー、授業が始まっちゃいます。およしになってティーチャー、あなたはあなたティーチャー、数学なんて金分寒分、まるでお手上げ、微分積分に時間数、絶対絶命赤点ね、最後の切り札は教団のあの人に見える角度で、スカートキラリお色気仕掛け、およしになってティーチャー、清純路線なんです、
およしになってティーチャー、私はスチューデン。その気になってしまったみたい、その目まじだわ。だっておうちに奥様がいらっしゃるくせに、好きね。そこまで言うのなら保健室いらっしゃい。ピチピチの肌見せるだけなら減りはしない。およしになってティーチャー、不倫はやめているんです。およしになってティーチャー、あなたはあなたティーチャー。およしになってティーチャー、中年タイプじゃないんです。およしになってティーチャー、私はスチューデント、あなたはティーチャー。はい、こんばんは。今夜はね、おにゃんこクラブちゃんのね、およしになってでティーチャーを歌いました。2023年5月の11日木曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。今日仕事遅くなっちゃったから待ち上がらです。こんばんは。遅くにありがとう。ネッツさんどうもね。キヨさんありがとう。ヤカワさんどうもね。シルバーさんどうも、疲れたの。今日仕事遅かったからさ、でもお腹空いてるんで、今日のお夜食ね、今日のお夜食これ行く。今日久々カップうどん、ニシンのデカウマだし、こういう名口のうどんです。今日、うん、これこちらね、うん、今日こちらカップうどん行こう、うん、5分ね。お腹が膨れ込む、うん、でつまみとしてね、いなげ寿司買ってきた。100円いなげ寿司、うん、あー疲れた、ほんと。夕飯さんどうも、遅くにどうもね。今日待ち屋から仕事遅くなっちゃったからさ、夜間さんも来てくれてありがとうね、うん、なろうってないよ。今日はね、日清のデカうまきつねうどんです。うん、60じゃない、51だよ。まだ60まであと9年もありますよ。9年もまだ51だよね、うん、まずお湯を沸かしてくる。あー疲れた。これだ、こういうのいくか。焼酎ハイボールいきます。焼酎ハイボール、焼酎ハイボールいくよ。乾杯。どうも。今日待ち屋だからね、いつもより寝れるよ。待ち屋だからね、通勤時間がないからさ、いつもより寝れる。のんびりできる。1日以上使うもんな、あれ。ねえ、今日からだったら。今日はいいや。この分だけだ。今日飲もうか、ハイボール。うん、かん。昼休みなんかさ、どうぞ、ほとんど飲むでしょうがないんで、いつも昼休み。ねえ。ちょうどね、昼ご飯食ったら眠くなるんだよね、昼休みね。はい、乾杯。ハイボールで。
本当暑かった、今日は。暑かったでしょ、昼も。交番の中も暑かった、本当。汗だらだらかいてた。荒井中さんか。でジョーは今日、でも今日は買ってますよ、ハイボール、超ハイボール。今日ハイボールよ。シークワーサー。そう、ヤカワさんそうなんだ。ヤカワさんの方が雨だったんだ。もうお祝いだから、もうちょっとか、もうちょいだ、もうちょい。じゃあ稲城寿司飲みながら、稲城寿司、稲城寿司、100円稲城寿司。うん、うん、あれ、ごめんね、うん、この前100円のおむすびよりかは作業あるよね、同じ100円だったらね、うん、100円のおむすびよりか、悪いですか、ごめんね、うん、これこのノートパソコンのウェブカメラ、半額じゃない、普通に100円よ、これ普通に4つ100円よ、普通に100円です、ローソンストアなので、うん、普通に100円で売ってますよ、半額じゃないよ、これ、うん、もうお祝いだ、じゃあ質問に入れようか、質問だね、じゃあこれね、疲れたよ。分かんない、もう分かんないですよ。もう寝てて気づかなかった。昨夜はさ早かったからさ、あれ終電でもう街も走ってたんだ、街に先に夜10時台の終電で、野球台で生存会終わった後だからね、寝てたんだその時間。よしよしだ。気づかなかったね。シント4って言ってるから全然分かんなかった。朝のニュース知ったよ。全然分かんなかった。そんなことないからね。
聞きたいなって思う。もうニュースでした、あら、地震あったんだって全然分かんなかった僕。うん、全然震度4ぐらいじゃね、分かんないよね、寝ちゃったら、ね、分かんないよな。全然知らなかったよ。本当は全部嘘だよ、嘘だよ。うん、弁護士だもんね。うん、福山雅治さんの方が年上だからね。福山さんの方が年上よ。うん、福山さんも2、3歳上かな僕。寝ちゃうとね、起きてたら気づくと思うけど、寝ちゃってたら分かんないよ。うん、寝ちゃったらもうね、寝ちゃってたら分かんない。うん、気づかなかったね。それじゃないよ。それは僕が自分で言ってんじゃん。それはそれじゃないよ。やってたって。そういうことじゃないよ。僕、それだって、それは僕が自分で言ってんだもん、新聞配達したことあんのって。それはコメントじゃ以前に僕が自分で言ってんじゃん。今週も土日休みなんだからね。天気悪いんだよね、天気。どうしようかな、天気悪いからね。やっぱ学校場所ぐらいにしとこうね、学校場所。うん、山だったらさ、雨だからって、天気悪いからって。ね、山だとね。まあ、この中に引きこもるわけいけないもんね、下山しなきゃいけないからな。学校場所だったらね、手歩いても駅までに30分だもんな。コメントじゃないよ、僕が新聞配達したって。さっきも言ったじゃん、あれ。もう自分で言ってんだから、これ。うん、過去に僕が新聞配達したことあるっていうのは、コメントじゃないじゃん。もう僕が自分で言ってんだよ。うん、学校場所がいいね、ちょうどいいような。うん。雨だったら、あそこだったら引きこもってでもいい。真っ暗の中でいいもんね、のんびりとね。山はさ、ね、下山とか歩かないじゃしょうがないからね。ずっと幕の中にいるわけいかないもんな、雨降ったからってな。うん、日経です、日経。日経新聞。日経新聞。だ日経はね、決算期かな、うん、?6 月ぐらいだっけ。決算期ものすごいんだ、決算期。何分も出てさ、電話帳ぐらいなんだもんね。あれ本当すごいよ。あれ大変だから本当。決算期は本当。決算広告とかだっけ。すごいよね本当あれ。2本目持ってこい2本目。もう5分経ったかなあれ。ね。あったら変わんなくて、それは、その基本的に変わんないはい、新聞の間。いや、でもね、日経は広告が少ないんだよね、あれ、読売とかと朝日と比べると。うん。読売とか朝日の広告が多いんだよ、あれ、撮る人多いから。日経はあれほど、あれ、事業所向けが多かったからさ、あんま広告がないんだよ。その、うん。読売なんかすごい、一般家庭でもいっぱい取れてるじゃん、あれね。読売新聞って。
だからさ、だから広告もいっぱいあるんだよ。広告にかなりそう言われてる。それは嘘じゃ、そんなわけないよ。本当なわけないよ、そんなの。もう一本持ってこうかな、もう一本。ハイボール持って、もう一本。2本目します。2本目ハイボール、2本食べとこうか。シルバーさん頑張ってからね、消すと。まだありがとうね。もうね、そうね、あれ、発行部数も多いからね、読売はね。だから、見る人も多いってことで集まるんだよね。はい、乾杯。さて、じゃあもういいかな。はい、キツネうどん行こうか。じゃあ今日は日清のこのキツネうどん。いいね。これだけでもうまいんだけどね。これだけでもいいんだけどね。僕はね、やっぱ揚げ物、コロッケ買ってきた。じゃがいもコロッケ。2個で、まあ100円か税込み。これ入れる。うまいよね、あれ汁使うとね、コロッケね。コロッケ2個入れて。コロッケカップうどん。コロッケカップうどんです。こんな感じ。こんな感じ。あ、つけてこうね。もうのおはぎ。まあ。コメントなんか検証する必要ねえんだ。誰が適当に書いてんだからよ。ネットのコメントなんか検証する必要ないの。ネットのコメントなんかね、検証する必要ないんだよ。でもあれ、トップバリューのってそんな変わんないんだ、値段は。あれ、値上げしちゃったから。やっぱカップうどん、カップね、うどんは、特製一面のうどんはなんかいいよね、食感がね、これね。115円だけど、こんなもんね、これでも。飲んじゃうんだよね、僕ね。汁ね、ダメだな。で、ハイボール。きつねうどんとハイボール。ああ。安かった、あれ。トップバージョン一気にだもん、あれ、もう、あれ。あのカップ麺でさ。さっき買わないよ、あれ。あれもう、以前は88円だったら買ったけど、もう買わない。まあ、でも、90、メーカーもでもさ、90円台になるんだよね。あとは買っちゃうよね。プレミアムではないでしょ、ないと思うよ。コロッケもいい感じだ。汁に使ってもいいよな、コロッケな。
2個で100円だもんな、コロッケな。ところで言うな。うまっ、うん。やっぱ揚げ物はいいね、汁に浸かるとね。本当のわけで、そんなことするわけねえよ。本当もう自信しづかなかった、あれ。全然わかんなかったもん、ここが。震度4か。23区だもんな、荒川が。全然気づかなかったもん。本当驚いた、朝ラジオに出て。そんなじゃなかったって。驚いちゃった、本当。全然わかんなかった。うん。衣が味が染みてうまいんだよな、これな。昨日は早かったからさ、生存確認終わった後さ、野球に戻ったんだ。野球が町田に戻ったんでね。夜はここで寝たの、昨日。どうだ、ミサイル。でも、起きたらさ、気づいてもさ、死んじゃうでしょ。あ、かゆばさん、こんばんは。町田から、仕事遅くなったんで、町田からです。ハイボール。宝のこのハイボール。で、きつねうどんです。きつねうどんにコロッケ入れて。ミサイルだったらそうよね。終わんないよ。麺がいいんだよな、俺。カップうどんの麺は本当にいいね、これね、この食感ね。これがいいんだよ、本当に。みんな遅くにありがとうね。な、それはないですね。今日は何だったの、男女。6時として6時間ぐらいか。そういうこと言わないよ。うまかった。あとカップうどん。ハイボール飲んだんだよ、やっぱカップうどんうまいよな。やっぱ久々だな、ほんと。袋麺ではってうどんって少ないからね、やっぱ。
ね、カップでもうどんを買っちゃうようになるとね、袋麺は本当ラーメンばっかだもんな。もう。本当のわけないじゃん。コメントありがとうね、本当シルバーさんね、ありがとう。なんかさ、口ピットなんかしないよ。有名だよね。ありがとう、知ってますよ、有名でしょ。伊坂浩司さんと鈴木さんがさ、カップルなんだよね、あれね。伊坂浩司さんもあの頃若かったな、本当。ありがとう、知ってるよ。
うん。
Mm-hmm.